にちは、ドレイクです。今回は美味しそうで面白いアメリカのお菓子を紹介したいと思います。それはこちらです。 Little Debbie Strawberry Shortcake Rolls の紹介です。僕ストロベリーショートケーキがね大好きなので、こちらは結構期待してます。 Artificially Flavored って書いてあります。結構大きい形してますけど、実際は小さいらしいです。で、後ろはこういう感じですね。ナショナルパークスギブアウェイって書いてあります。アメリカにあるナショナルパークのキャンペーンらしいですね。こちらの値段は2ドルぐらいでしたね。日本円で200円ぐらいです。6つのロールケーキが入ってますね。こういう感じです。なんかツインキーっぽいですね。ツインキーよりは少し色が濃い感じですね。中にクリームありますね。ストロベリーショートケーキの匂いはしませんけど、すんごい甘い匂いですね。で、下がこういう風になっていますね。それではいただきます。そのままの味ではないですけど、ストロベリーショートケーキの味は結構します。少し甘すぎますね。で、ロールケーキも結構ふわふわしてて、クリームも滑らかで美味しいですね。少しザラザラっていう感じがしますけど美味しいです。砂糖がいっぱいあってザラザラしてて少し気持ち悪いですね。全部食べました。美味しいですけど甘すぎですね。いちごの味とクリームの味で、ロールケーキも全て砂糖砂糖砂糖ってなっていましたね。砂糖入れすぎだっていう感じになっていました。僕甘いもの大好きですけど、砂糖入れすぎると本当美味しくなくなるので、そちらはあんまり好きじゃないですね。点数は65点です。さっきも言ったように味が甘すぎます。で、ものすごく歯ごたえがねザラザラしてて、砂糖の味しかしませんでしたね。もうちょっとスムーズな味にしてくれれば100点になっていました。でもこちらはね砂糖をメインにしているのであんまり味わえなかったですね。ストロベリーショートケーキ大好きなんですけど、こちらは結構期待外れでしたね。最初見た時うまそうだなと思ったんですけど、味に騙されましたね。これだったら普通のストロベリーショートケーキを食べた方がいいと思います。で、あとそのままの味にしてほしいですね。こちらはねナチュラルな味ではないので、ナチュラルにしてくれればもうちょっと点数を上げてましたね。 Little Debbie Strawberry Shortcake Rolls の紹介でした。次回をお楽しみに。それではじゃあね。